やったー、ケケです。今回はですね、こちらのウォールブレイカーゴブドリデッキ使っていこうと思います。このデッキなんですけど、もともとね、このスケルトンがスケルトン部隊だったんですけどね、最近スケルトンになってね、まあより高回転になってゴブドリとウォールブレイカーで攻め立てる、そんな感じのデッキとなっておりますといった感じでね。でね、最近ね、ボンバーとかダックプリがね、大体のデッキに入っててゴブリンドリルの対策で、でもね、それでもね、このデッキが流行ってるということで、まあご利用していきたいと思います。それでは現在211位からやっていきます。レッツゴー。さあ来ました、よろしくと。さあここはもうよろしくウォールブレイカーで、相手がねまだね起きてないことを願いながらウォールブレイカーを刺していく。さあこれやばい、普通にやばい、あーやばい。ここはまあロイフグどっちのサイドも KO してバルキリー時計でいきますか。最近ねクララリーグもね、ケソカップとか、クララリーグも2位だったし、ケソカップっていうやつがあるんですけど、そういうのもね、アジアで3位でねワールドファイナル進出が決定してね、いい感じなんでね、こうトロアゲ、トロアゲですよ、頑張りたいの。トロアゲが僕どうしても弱いんですよね。昔は結構一桁取れてたんですけど、最近なかなか取れなくてね、ちょっと今シーズンマジで頑張っていきたいって感じなんですけど、相手のデッキはなんだ、ちょっととりあえずゴブリンドリル飛ばしていきます。ここはファイスピだけでいこうかな。よいしょ、ムート。あー、これあれかな、神器デッキのゴブリンドリル入りみたいな感じのデッキでしたかね、確か。そう、とりあえずマザーネクロに対してファイアウォールを徹底してあげましょう。ここはテスラで良さそうだな。テスラ置いといて、まあ、勝手にテスラが処理してくれると。お、マジ突破してくんのこれ、やめろテスラ頑張れ。お、マジ。さあここはボンバーで処理していきます。ちょっとはみ出るようにスケルトン出しておいて、ゴブリンドリルプラスウォールブレイカー。このね、ゴブリンドリルウォールブレイカーの形が強いんですよね。ただダックプリも強い。いや、いい防衛ですね、相手。ここはバルキリー低めで受けていって、プラスボンバーでしっかりとケアしていきます。よいしょ。頑張れ。OK。さあさあさあ、ただね、ボンバーか、バルキリーを常に手札に持って、今やばい状況なんですけど、持っとかないと、ここ、とりあえず攻めます。ウォールブレイカーも使っちゃっていいですね。で、ここは、OK、しっかり守っていく。おし、でけえバカでかいですね。さあ、ここはファイスピで、ダクプリの突進だけ受けてあげて、あとは流す感じで。よいしょ、スケルトンで受けて、バルキリー。いい感じですね。ここももう一回、いやーちょっと怖い。俺のファイボの、ファイボの速度が怖いわ。そこしっかりファイボで削っていって、下はボンバー、上はファイスピで処理。うん、なるほど。これボンバー処理されたんで、バルキリでしっかりね、回して処理していきます。よしよしよし。ここも攻めたいですね、ゴブリンドリル。ゴブリンドリルプラスのオールブレイカー。ここはファイボっていいかな。よいしょ。OK。ちょうど言うのも巻き込めたんで。いいっすね。さあ、ここはファイスピで防衛していく。で、前にバルキリー。で、ここはちょっとやばいですが。もう高回転なんでね、ボンバーとね、バルキリーが永遠に回ってくるんですよ。さあ、いいタイミングでオールブレイカー刺さっていく。今のいいタイミングでしたね。さあ、ここバルキリーでちょっと延命していって。あとはファイボ2周とかか。ここ打たなくてもいいっすね。ここ一旦テスラで守りましょう。テスラで持っていきます。で、コブドリ来たらボンバー出して、ファイブ打たれたらもう一枚回すって感じかな。ここファイブ打ちます。で、せめてゴブリンドリルにね、カードを使わせるんですよ。そうすると、相手もね、このターンにね、ガンガン攻めることができなくて、次のゴブリンドリルとファイアボールで。ゴブリンドリル登場ダメージ強いですよね。ゴブドリプラスのファイアーボールで、あ、GG と。さあ、ゴブリンドリル対決も制していく。OK、行きましょう、どんどん。そう、そういえばさ、最近さ、YouTube のなんか画質が、いや、あ、なんだ、変わってねえぞ。まあ、行きますか。さあ、よろしく、ノロさん。そうですね、最近ね、ちょっと待って、この人確かな、2.65 なんですよね。んで、一旦、あ、来た、回ったんで、ゴブドリで攻めていきます。そう、画質が悪い動画がね、たまに出ちゃってると思うんですけど、
ちょっとあれ申し訳ないんですけどね。いや俺はね、あの設定ではあの低画質に間違えてしてるとかじゃなくて、設定で高画質にしてるんですよ、ちゃんと。だからなんか何かしらの問題があると思うんですけど、ちょっと今のところ分かんなくてね。ちょっと低画質の、動画になっちゃうかもしれませんが、いやでもなるべく早い段階で気づけたらすぐに上げ直すっていうことをこれから、まあ低画質になったらやっていこうかなと思います。とりあえずね、ファイブ持ち込みてえな、これ。おりゃー、来た。いや、これめっちゃあるぞ。もう一発、よくやった。さあ、ここなんすけど、しっかりボンバープラススケルトンプラスファイアースピリットもこっちに使っちゃっていいですね。一発一発頼む。くそーし、オッケーオッケーオッケー。で、ここをウッド使った後、ウォールブレイカー速攻で出しましょう。一発なんじゃね。来た来た来たー。よしよしよし、これがね、スケルトンを出されてもウォールブレイカーを出す位置なんて冗談なんですけど、なんで2発入ったかわかんない。スケルトンがひとまずずれてたんかな。おっとおっと、来んのか来んのか。うわすごい、やばい、畳みかけだ。さあ、ここはテスラでマスケットから射抜くようにテスラを置いていきます。さあ、こんな感じでね、マスケットから射抜いていきますと、ここはスケルトンでね、しっかり守っていきたい。スケルトンってマスケに強いですよね。こいつだけで完封できるんでね。いや、ここか。あ、でもさ、施設2個あるからさ、別に、なんだろう、相手が自分より高回転で回してきても、回せるってところが強みですよね。やばいか。やばい。ここはこっちにまとめて、よいしょ。こんな感じで回っていく。で、ここにウッド使ってきたら、ウォールブレイカー。いや、絶対使ってくる。このタイミング、ここ来た。で、ファイスピでスケルトン溶かす。 OK、 完璧。よしよしよし、いいんじゃない。さあ、これはテスラで、ああすいません、ずれて。テスラプラスのウォールブレイカーですよ、皆さん。このいやらしいタイミングにね、ウォールブレイカーを出すことに。あれ、そうでもないな。ちょっと待って、ちょっと待って。さあ、ここにボンバーを展開していって、ファイスピも出して、さあテスラ高め、 OK、 おいしい。さあ、ここはウォールブレイカーをちょっと遅らせて、しっかりと出していく。まあ、これうまいな。ウッドで。いや、ここ5打っちゃおう。相手に完璧に守られたらね、これからね、ゴブドリの登場ダメージしか入らなそうなんでね。一旦ちょっと5で削りも考えながらやっていきます。で、ここね、2周目ほうが怖いんで、飛ばさないでいいですね。一旦ゴブドリで守ります。よいしょ。ゴブドリ。あ、ちょっと待って、ここ釣れないのか。やばいやばい。あ、5打たれる。5打たれますね。さあさあさあ。5打たれたんで、これ5打ち返しましょう。あと2周で終わりなんでね。で、ホグ来たらテスラ当たって、グーグーです、これ。さあ、テスラプラスファイスピでもガチガチに守っちゃって、オッケー。さあ、GG と。いった感じでね。まあ、こっちはね、ゴブリンドリルで確定ダメージを入れられていくんでね。まあ、ホグを完璧に毎回守っていけるならいいんじゃないかなと思います。ただね、そうだな、難しいな。スケルトンファイスピ、ボンバーウォールブレイカーで回せば、テスラは相手のホグに対して回転が間に合うと思うんですけど、それ以外、例えばワルキリーとかファイブとかゴブリンドリルを使っちゃうと、2周目テスラの時にホグが回らない時があると思うんで、そういう時は臨機応変に、まあ、ファイブ防衛したりだとか、ゴブドリーを防衛に使ったりだとか、するといいと思います。さあ、順位変わって160位から行きましょう。マジ強いな、このデッキ。さあ、来ました。おー、キタッサン来た。よろしく。キタさんって呼んでるんですけどね、キタッシャンさんのこと。キタッシャンさんだとなんかさ、サンが2つついてるみたいじゃないですか。なんでね、僕はキタッシャンさんのことをね、キタさんと呼んでます。さあ、集中していきましょう。うわ、ちょっと待って、これやばい。これやばい、これやばい。テスラギリギリで間に合っていく。相手はクエイコグですね。最近入りの。クエイコグのバルキリー型かな。なんで、ここはどうしようかな。バルキリーで受けるか、それともファイスピで受けるかっていうところなんですけど、ファイスピで受けた後に、スケルトンで受けることで、テスラが早く回ってくる。さあ、早く回したい。ちょっと、どうしようかな。おりゃ、ここでとりあえず出しといて、OK。結構入りましたね。これはでかい。さあ、食い込む用にテスラなんですけど、ここにテスラを出すと、クエイクとタワー同時に巻き込まれないんでね、
クエイクオグと当たった場合はテスラをなるべくねここに置くようにするといいです。もちろんエリクサーない時とかは無理して置く必要はないと思うんですけど、さあここです。ここに打つとクエイクが当たんないです。なんとそこ多分ね、まあ、手前にバルキリー来ると思うんだけどな、来ないか。いいロケット押しですね。さあここしっかりバルキリー当てられる。バルキリーがちゃんとしてますね。どうしよっかな。ここのカウンター怖いんですが、スケルトン、おいしょ、ここキング起動。 OKOKOK で、ここのバルキリーは釣ります。ウォールブレイカーで、おいしょ、釣ってね、バルキリーここに当てるよりはね、まあいい感じの防衛なんじゃないかなと思います。さあここファイブで削っていく。 OK、 キング起動できたんで、まあ定位置に置いてもね、割とホグは守れると思います。なんですけど、とりあえずガンガンに削っていきたい。ゴブリンドリル出しまくっていきます。まあとはいえテスラここでもどっちでもいいですね。さあ来た、バルキリー切ったんでこれボンバー刺さりますよ。 OK、 このね、なんかゴブドリボンバーみたいな形がねすごく強いと思いますね。さあこれはファイボでしっかり防いでいく。ここにはファイスピーで、ここゴブドリプラスウォールブレイカーいきます。うわーマジか、テスラか、嫌ですねテスラ。うん、いやホグのタイミングがやらしいな。来た、よいしょ、うわすごっ、うわすごいすごい、読まれてる、やられてる、うおっ、あやばい、いやいい読みですね。ブルックですかね。さあ4コストテスラ貯めて、いやちょっと緊張した感じになってきました。お、これは美味しい。これは逆に読みがちといった感じでしょうか。まあ、定位置にテスラ置いただけなんですけど、相手は高い位置のテスラ読みのクエイクだと思うんですけど、それをいい感じにかわせました。さあここはとりあえず速攻で回していって、よいしょ、テスラまた立てていく。ちょっと待って、ちょっと遅かった、やばい、一発でけえ、ちょっと待って、落ち着け、どう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 、 OK、 落ち着いた、いきます。さあこの後のウォールブレイカーで、ここに5打っちゃう、もう頼む、壊れろ、来た来た、よし、いけ、ボンバー、くそ。さあテスラクエイク削りも、もう圏内みたいなところあるんで、うかうか知らんないっすよ。もう俺はとにかく削りまくるしまくって、でまたここにファイボ、これで1体プラスファイボで飛ぶんだ。来た、いけ、くそー、来た、マジか、いけテスラ、来たんじゃない、来たんじゃない、これ来たんじゃない、言ってくれ頼む、やばいやばい、ファイボファイボ、おお、くそやべ血管ぶち切れそうになった。危ない危ない、ちょっとね、いやー白熱した戦いになったんですが、相手のホグのタイミングとかね、テスラ突破がちょっとうまかったですね。あそこのウッドだな、であそこ俺がもう素直にスケルトン出したのが良くなかったですね、クエイクが解かれた後に。いやーまあでもクエイクオグ勝てそうでしたね。うん、なんでちょっとノーミスだったらって感じかな。うまかったですね攻め方が。てな感じでラスト1戦やっていこうと思います。171からレッツゴー。さあよろしくお願いしますと、対戦相手に敬意を払ってねやっていきたいと思います。どうしましょうかね、ファイスピ出していく、これどうしよう、スケルトンか、とりあえずこれはしっかり見てから合わせればいいんでね。でここ、ここに出てくる、 OKOKOK、OK OK OK、しっかりね、その1体のねゴブリンが漏れてたらね結構ダメージ入っちゃうんで、しっかりとケアしていく。ここは5でいいかな。相手は、あれですかね、またこの方とは違うね、そのテスラと、まあ、ISP とかが入ってる高回転のゴブドリデッキですかね。このバルキリーはさっき見たくまた釣っていきます。ここで無駄に防衛ユニット削くよりは、逆に攻めながら守って、で相手にカード使わせる。これとかテスラ使わせられるって相当でかいですからね。さあどうしましょうか、とりあえずボンバー切って、まあボンバーかバルキリーをゴブドリ相手は常に手札に握っておきたい感じです。
うん、そこを押して、おお、すごい、これ緊急したいな、しちまおうかな、させてくれよキングギドー、来た、行くぜキングギドラ、オッケー、お、なんだ、おお、そっち行くんだ、そうか、これはスケルトンで釣りつつファイスピでいいかな、2発受けてくれるんでね、その後ファイスピ、やりすぎた、やりすぎた、完全にやりすぎました皆さん。ただこれはスケルトン読みのね伏線であったことをね皆さんには知っといてもらいたい。やばい、これまたやっちゃった、でもこれはいいか、これならいいか、お、来た、ほらね、バルキリが刺さるんですよこうやると、やべえ、今のもったいねえな。さあ輝き平成ボンビーガールで処理していきます。オッケーオッケーオッケー、いい防衛いい防衛。さあここファイスピでちょっと畳みかけていって、でここはゴブリンドリルをこっちに飛ばしつつウォールブレイカーをこっちっていうね、ちょっとどっちに来んの、戦法来た、うわー、うまいな。ただこれバルキリー刺さるんじゃないか、いや、いいっすね、オッケーオッケー、バルキリーがなんかめっちゃ刺さってんださっきから。さあここはバルキリーしっかり合わせていきます。これちょっとかわしていく、オッケーオッケーオッケー、まあ、スケルトン咲かせたんでオッケーです。さあここは相手バルキリー切ったんでゴブドリがきついんじゃないか、テスラ来たらファイボ、いやこれファイボっていい、絶対ファイボってオッケー、そうロケット砲なんか絶対来るんでね、ロケ砲切った後なんで相手があんなことしてきたんでね、あのロケット砲手を常に警戒しながら立ち回っていきます。さあこうしてからのゴブドリ、でもこれファイボガンガン打っちゃっていいかな、ファイボって、よいしょ、なんか当たった、バルキリーに当たったっすね。そう、これからねどっちも多分入っていかないと思うんでね、このゴブドリを出した時のファイボ削り大事になってくると思います。ここロケ砲警戒でボンバーとりあえず出しとく、なるほどな、やばい、これやばい。さあバルキリー合わせていく、でここファイボ、この弾ける瞬間に撃つことによってゴブリンが育っていく、オッケー来た。さああとファイボ2周圏内なんで適当に回して、さあ最後の時間を楽しんでいきましょう。オレ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 ー、オッケー、さあファイアボールで弾いてゴブリンが刺さってジジャーといった感じでね、今日は3勝1敗と、まあ、好成績を収めたこのデッキですがね、ぜひね高回転好きの方などはね使ってみてください。今のね高回転デッキの中で一番強いんじゃないかなと思うのでね、皆さんよかったらぜひこの 2.8 ウォールブレイカーデッキ使ってみてくださいといった感じで今日の動画終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。